こんにちは、ハパちゃんです。ちょっとね、植物の配信が久しぶりになってしまって申し訳ありません。でもね、植物と共に生活をしているので、お世話はちゃんとしております。ここ最近ね、春になってきてからすごく気温が急にね、暑くなったと思ったらものすごく寒くなったり、寒暖差がねすごく激しかったと思うんです。でね、多分そういう人間でもそういう風な時って風邪ひきやすくなったりとかすると思うんですけれども、我が家の植物もなんかあったかくなったと思ったら急に冷え込んだりとかして、でも外に出している子とかもいたりとかするものですから、そんな中でね、ちょっとね調子を狂わせていた植物もいたということなんですね。で、本当にいつもね大事に毎日様子を見ていたつもりが、全然なんていうのか、突然具合が悪くなるもので、私もどうしたものかなと思っていろいろちょっと手を尽くしてみたりしたんです。でもまあ素人考えながら、この子にはどうなのかな、この子はどういうふうに今思ってるのかなとか、そういうことを考えてやってみた結果を少しお話ししたいなと思います。みんなね、今はだいぶ元気を取り戻しているので一安心しているところなので、ちょっとね内容をお話ししたいなと思います。そしてこれはね、特にね元気、ずっと元気なんですけれども、この子たちも確かね1年前かな2年前ぐらいかなに来たんですけれども、このサンスベリア、こんなに大きくなかったんです。前にサンスベリアの配信した時に、小さい方のサンスベリアとして紹介したんですけれども、それがこんなに大きくなりました。で、ちっちゃい葉っぱがね、多分ここら辺これぐらいあると思うんですけれども、最初ねみんなこれぐらいの高さだったと思うんですけど、今こんなに伸びてしまいました。すごい大きくなったでしょ。なのでこの子たちも春になったらというか、もうね初夏になりつつあるのかなとは思うので、この子たちももうそろそろ植え替えをしてあげようかなと思っております。それではちょっと不調になってしまった植物たちをちょっとご紹介をしつつ、今ねどういう風に回復をしたかっていうところをちょっとねご覧いただきたいと思います。どうぞ。元気だった頃のモンステラの姿はこんな感じです。こちらが元気なくなっていたモンステラなんですけれども、やっと元気を取り戻してきています。はい、うちのモンステラの鉢ね、この大きな鉢なんですけれども、かなり大きいんですよこれで、3株入っています。1つの鉢に1つ、ここの大きなね茎が1つありますね。そしてここに大きなのがもう1個あります。そしてこの小さめの株がもう1つあります。それぞれの株から出ていた葉っぱがすべてね茶色くなってきていたので、ここで切りました。ここがね先端、葉っぱの一番なんていうのかな、一番先端の葉っぱで、そこの、すぐ下のところにここから葉っぱが出ますよっていうサインがあったんですね。それを切らないようにして、このギリギリのとこで切って、そしたらねこう新しいね新芽がもう出てきてますよね。ここにピロ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 ンとね、こんな感じで出てます。はい、同じようにこちらもそうなんです。葉っぱを切ってしまっていました、ここね。そしたらここにねピロリロリロリンって出てきてますよね。はい、そんな感じでね、こちらもそうなんです。ここで切ってやりました。これよりね今新芽こんなにね伸びてきていますけれども、ここよりも下のこの辺に出るよってサインがあったんですけど、ここを傷つけないようにしてここを切っていました。そしたらちゃんとねこう成長してきてくれています。はいはい、そしてもう一つね元気がなかった子がいます。こちらのねセロームくんです。セロームくんね植え替えをしてから調子がすごく良かったんですね。ですが冬の終わりぐらいからちょっとね調子が急に悪くなってきて、葉っぱの色が全体的にねさっきのモンステラと同じで茶色っぽく黄色っぽくなってきてしまっていたので、葉っぱをほとんど切り落としてしまって、この大きな葉っぱ1枚残して、であとはねちょっと根っこの状態も気になったので、根っこを土から出して、お水でね栽培することにしました。水でこう育てていたわけなんです、こうやってね。でしっかり根っこを水の中に出して、それから植え替えようかな、春になったら植え替えようかなと思って一応水栽培にしていました。そしたらもうもともとこの1枚の葉っぱしかなかったのが、こちらのね新しく葉っぱが出てきました。こちらのね新しく出てきた葉っぱも、これもね立派な葉っぱになってきそうです。そしてその根元にねまた新しい芽がね展開しそうですね。これですよね、この
細長いのこれがまた伸びてきてこの同じような葉っぱになってくると思います。ただねこの調子が悪くなったこの株が、下の方見ていただくと分かるんですけれども、これね2株あるんですね。お芋みたいになってるとこ2つありますよね。里芋かなのでこういう形なんだと思うんですけれども、ここのねもう1個の方からまだね新しい芽が出てこないので、ちょっともしかしたらこっちは無理なのかもしれないんですけれども、様子を見てもう少ししたら植え替えしてね、これ土に植えてあげようかなと思っています。そしたらまたねどん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 伸びてくるんじゃないかなと思います。あともう一つ調子が悪くなったというか、元気に育ちすぎていてあまりにもよく育っていたのでこんな感じのやつがね長くこう垂れていました。なのでその垂れていたので根元を引っ張りすぎていたのかな、重さで。なのでここら辺がねちょっとね、今ちょっと残骸があるんですけれども、グラグラっとねもう本当に根元のところが弱っていた子がいたので、もうねこのこう、ここは少しこれだけはね残してあるんですけれども、で他の子はねもう全部切ってしまって今水栽培しています。でねそれがこちらなんです。こんな感じでね見えますか、スキンダプサスなんですけれども、こちら、根っこを今出している途中です。これもまたねもうちょっとしたら鉢植えしてあげようかなと思っています。こんな感じでねスキンダプサスも今水栽培で生育中です。最後に、水栽培を冬の間ねずっとしていた子たちをちょっと紹介します。こちらはねパッと見て何の葉っぱか分かんないと思うんですけれども、これね蘭なんですね。黄色い花がつく蘭の花だったんですけれども、水苔で巻いて植えていたんですけれども結構窮屈な感じでねちょっと元気がなくなってきていました。葉っぱも茶色くなってきていたので、これも急遽外して水栽培に変えていたんです。冬の間ずっと水栽培にしていたところ、根っこがねこんなにしっかり生えております。なのでこれもねちょっと鉢を1つじゃなくて2つぐらいに分けてまた植え替えてあげようかなと思っています。はい、そしてこちらはインドゴムの木なんですけれども、これは元気がなかったとかそういうわけではなくって、ちょっとね剪定した時にこの剪定した先の子がちょっとかわいそうなので捨てたくないなと思って水に挿していました。でねこんなにもね根っこも出ているので、この子ももうそろそろ植え替えしてあげたいなと思っていて、結構ね今から水栽培の子を植え替えてあげなきゃいけない春なので頑張りたいと思います。もうすぐね夏が来てしまうのでそれより前にやりたいなと思っています。はい、そして、あんな感じでねだいぶ回復してきたりとか水栽培で育てている子たちもすくすくと育っているので、もうそろそろね土に植え替えてあげようかなと思っています。そしてそういえば言い忘れてました、この子もそうなんですよ。この子も最初、無印で買ってきた植物なんですけれども、小さな鉢に植わっていたんですけれども、その時ね鉢の中にいた時の状態があまり私的には良くないんじゃないかなと思って、なんかこの葉っぱのね強さがないなと思ったので掘り起こしてみたら根っこがあんまり出ていなかったんですね。根が張っていないものだったので、これを水栽培でずっとね冬の間育ててみました。そしたらこの子もねこんな感じでねもう根っこがほら見えます、しっかり出てますよね。こんな風に根っこが張ってきたので、この子もね土にあげてあげようかなと思っています。またね植え替えの模様なんかも撮れたらなとは思っておりますので、やってみますね。で皆さんのお家とかはどうですか。今年ちょっとね天気が いつもと違うんじゃないかと思うぐらい、なんかね植物の要素が違ったように感じるんですけれども、本当にね今年はなんかね天候がおかしいのか、なんか急にね暖かくなったというか、本当に真夏のように暑くなったと思ったら急にまたね夜になってきたら冬みたいに寒くなったりとか、寒暖差がこんなに激しいです。で、観葉植物っていうのはやっぱりね熱帯の植物っていうのが多いと思うんですね。でそんなところでやっぱり日本のこの気候にもだんだん順応してきているとは思うんですけれども、それでもやっぱり寒暖差があんなにあるとちょっと耐えられなかったりとか、やっぱりずっと冬の間家の中にね暖かい部屋の中に置いてた方がいいので、ね、あるんですけれども、なんていうのかな、暖房がねかかっている部屋の中にいて、で風がねサーキュレーターで回していても、やっぱりそういう風が回ってきたりとかするので、やっぱり自然の外の空気に触れるってこともないし、自然の風とか日光に当たるっていうことが本
当に少なくなっていると思うんです。冬の間って日光浴っていうのを人間でもあまりしなかったら体調を崩してくるように、やはり植物っていうのは特にね、光合成っていうのをしなきゃいけないので、ある程度の日光浴はしなきゃいけないとなと思っています。なのでできるだけ窓際に置いていたとしても、やっぱり日光がちょっと足りなかったりとかするものですから、ちょっと調子が悪くなった、例えばうちのさ一番最初にね紹介したモンステラ、こんなに大きな葉っぱが出るものなので、やっぱり自然の光っていうのは大事かなと思って、暖かくなってきたから、この葉っぱをね、その茶色くなってしまった葉っぱをポンポンポンって切ってしまいましたけれども、だいぶ暖かくなってきた時に外に置いておこうと思って、ここ1ヶ月以上は外にずっと置いてありました。で、外に置いてあったんですが、なかなか新しい芽、新芽が出るね、こう先っちょがピュッとこうこういう風になってるんですけど、ここが動いてこなくって、これがねだんだん伸びてきて、次に出て成長してくるよって時はこれがねなんかシュッて出てきて、わって開くんですよ。わーっとこう伸びてきて、それがこうくるくるくるっとなった葉っぱがねあるんですけど、これが開いてくるわけなんですね。それがなかなか出てこなかったんです。結構1ヶ月ぐらい私外に置いて待ったかなと思うんですけれども、やっとここ数日前からちょっとずつ伸びてきたので、あ、これは来たと思ったんですね。そしたらだいぶもう今日朝起きた時にももう伸びていたし、もうあそこまで来たら大丈夫、もうね3つと3株あったじゃないですか、モンステラ3株とも動きがなかったの、これ同じタイミングで3株とも動いてきたので、あ、やっぱりこれ季節もあったのかなって、あと日光に当てたのも良かったのかなと思っています。で、夏になってもうね日差しがすごく強くなってきて、ずっと外に置いていると今度早けが心配にもなってくるので、そうすると今度家に入れるわけなんですけれども、またねちょっと秋の日差しが弱まってから少し出してみたりとかして、まあ、冬はまた入れるって感じで、できるだけ日光に当てながら育てていけたらなと思っております。皆さんのお家の植物もそれぞれね、やっぱり同じ種類であっても家の環境とかその子の特質とか全部なんていうのかな、空気の温度、湿度、その風が当たる当たらないとか、いろんな条件あると思います。そのお家の中でもこの子はこの場所が好きだなっていうのが絶対あったりするんですね。うちでもここの場所ではダメだったんで、こっちに置いた途端調子良くなったとかもあるので、結構ね皆さんちょっといろいろやってみてください。試行錯誤してみないと意外と植物を育てている時に失敗したと思ってからの復帰っていうのが意外とできたりします。なので私はこれ葉っぱがなくなった大変だと思った時にもう本当に土から抜いてしまって根っこを確かめることはあります。で、さっきみたいに水栽培にしてしまうと意外とその水もしっかり吸えるので、こんな環境に置くともう一回ね新しい芽を出してくれる。そうそう、これねこれみたいにもう本当に全部枯れてしまって葉っぱ1枚だけになっていたのに、で根っこを確かめたところ根っこがねちょっと元気なくなっていたので、こんな感じでね、水栽培にしていたところ、こうやって新しい、根っこがねたくさん出てきて、こんな感じでね水で育ててみて、で根っこがしっかりまた出てから土に戻してあげるっていうのも一つの手だと思いますので、ぜひぜひねちょっといろんなことを試してみるのが大事かなと思っています。せっかくね自分のお家にねやってきた家族なので、元気がなくなった時には様子を見つつ、どうしていったらいいかなっていうことをいろんなことを調べながら考えながらやってあげるのもいいかなと思います。よくねあるのがいろんなネットとかで調べたり本で調べたりっていうので、何度から何度までの間はこうとか、外に出す時にはこうとかいろいろ書いてあるんですけれども、必ずしもそれが正しいとは限りません。なんかそれぞれの答えによってちょっと違ったりする場合もあるので、いろいろねやってみるのが大事かなと思います。今回も面白かったよとか参考になったよって方は、ぜひぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。それではまた次回までごきげんよう。バイバイ。